生まれながら難聴というハンデを背負いながら、高校では野球で甲子園出場、社会人になりキックボクシングと出会い、2017年にはクラスチャンピオンになられました。本日はこれまでに挑戦し続けたことや工夫されたことについて熱くお話をいただきます。こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただいて本当にありがとうございます。ご紹介いただきました、ウォーシン・マサノンと言います。実は神奈川県の秦野市出身で、3人兄弟の末っ子として生まれました。で、3人の兄弟の兄が健康、2番目が老です。で、両親も老なので、そうです、3人の長男以外は聞こえない家族でした。で、その家族なんですけども、みんな出場ができない。私も出場を覚え始めたのが20歳から。なんかちょっと珍しい家族みたいですね。で、小学校は地元の小学校に行きます。まあ、そこで、まあ、聞こえない人は一人だけだったので、まあ、やっぱり珍しいということで、やっぱいじめの対象になりました、ね、その時に。やっぱ自分が周りの人と違う。なんで自分だけ聞こえないのかっていうのをお母さんに強く当たってしまったこともありました。で、その時にお母さんは泣きながら、ごめんね、ごめんねと。で、その姿を見て、あ、お母さんも辛いんだなと。辛いのは自分だけじゃなくて、お母さんも辛いんだなと気づいて、そこからはお母さんに強く当たることはなくなりましたね。ありがとうございます。幼少期のお話を今いただいたんですけれども、まあ、いじめというお辛いご経験もされたかと思いますが、郷秀さんはどのようにご自身の障害を受け入れられたのでしょうか。お母さんに強く当たっても自分が聞こえるようになるわけではないですし、まあ、聞こえないことで悩んでいても自分が聞こえるようになるわけでもないですし、だったら聞こえないからどうすればいいのか自分で考えて過ごした方がいいのかなと考えるようになりました。ご主さんとたくさんやり取りをさせていただいたんですけれども、とてもその前向きに物事を捉えられて今まで歩まれてこられたっていうことが本当にとても印象的になっております。そうですね、自分が野球を始めたのは両親が野球が好きで、3人兄弟の2人とも野球をやっていたので、自分も野球の道に進みました。で、小学校から始めて、中学校は中学校シニアリーグって言って、甲子の野球チームに入って、そこでは3人の夏に日本代表として全米選手権というところにアメリカで行われたトーナメントに参加しました。で、高校では甲子園にも行くことができて、ベースフォーまで行くことができました。まあ、ただ、甲子園ではベンチだったんですけども。野球っていうと、すみません、素人なんですけれども、なんかチーム競技で、まあ、いろいろなコミュニケーションを取らないと、実施やるのが難しい競技なのかなっていう印象を受けるんですけれども、何かこう工夫されたことだったり、あれば、やっぱり聞こえないことで声の掛け合いがすごく大変だったんですけども、周りの人や
監督が自分が声を出した場合に全部任せてくれるというふうに周りのサポートがあって、まあ普通にというか、まあ、自分のことを信頼してもらって任せてくれるっていうふうに信頼してくれてたので、すごく周りのサポートがあってすごく助かりましたので。